はい、今日どうしますか。こんな感じにしたいですか。ね、ショートにしてて、はい、後ろなんか長くてこう気になるので、はい、ちょっと切りっぱなしボブっぽくして、もう色をもうちょっと暗めにしたいですね。はい、中の方をちょっと。そうですね。それってこのここら辺まで入れます。ここ。なんか前入れてたのは本当こう耳にかけた時にちょっと中が明るくなる感じでやる。はい。じゃあもうこのサイドとあとバックの方もちょっと入れた方がいいので、はい、このバックの方にちょっと明るいポイントを入れて、つなぎに表面のだいたい毛先5センチぐらいのところに。グラデーションのちょっとブリーチを入れて、はい、後でその上にまたかぶせていきましょう。はい、それでこの辺はまあ少しグレージュのカラーでトーンを下げながら透明感も出していきましょう。はい、で前髪は今短いんで、できれば伸ばしたい。あ、前髪カットでちょっと伸ばしましょう。はい、はい、カットでなんかこう伸びた風に見せる方法があるんで、それでちょっと伸ばしていきます。はい、確かに後ろがちょっと長さがですね。はい、了解です。トリエモンチャンネルのアシスタントの人、すごい字間違って読む人なんですけど、へー、え、誰だろう。なんかその人、え、似てない。え、似てないですか。すごい可愛い。似てないです。え、似てないですか。結構似てると思う。あのね、その人のあの喋ってんの聞いたら分かるんです。結構似てる。あ、喋る感じが似てるんですか。喋る感じはね、似てたり似てなかったり。今日はみんなかです。あ、このことやってるかも。そうです。その人、へえ、なんか似てる。似てない。俺この人にめちゃ似てると思った。嘘。似てると思う。なんだっけ、あ、寺田さん。寺田裕樹。そうそう、ホリエモンチャンネル。なんかシンガーソングライターみたいな人です。はい、ということはとりあえずしていきます。はい、では今日はパッツンボブをまず切って、パッツンボブを今襟足がぐるぐるぐる、ちょっとこういう状態で襟足があるんですけども、パッツンボブにして、で、ブリーチを入れて、それからカラーを入れます。で、ちょっとインナーカラーをちょっと入れてブリーチで、でその上にカラーを乗っけて2時間でやろうかなと思うんで、皆さんはどうするでしょうか。パッツンボブのスタイルにしたいんですが、長さがちょっと足りません。現状ちょっと動かします。で、現状長さが足りないんですが、例えばですけど、通常このままカットしていくとしたら、結構ただの普通の収まるボブになってしまうんですよね。収まるボブっていうのはどうなるかっていうと、このままストンってこう収まる普通のボブになっちゃうんです。ただモデルさんが求めてるのはそんなんじゃなくて、毛先がちょっとこう跳ねてるっていうか、動きがあるボブをしたいっていうことは、ここからどうやって無理やり持っていくかっていうと、やはりここはディスコネクションを使うしかないんですね。で、ディスコネクションはどう使うかっていうと、まあ大体僕使う場合は、このイヤートゥイヤーのこの取るポイントからその横にぐるぐるぐるっとやって、あ、その人の骨格にもよるんですけれど、ここから横にずーっとやってつなげていきます。はい、まあ、この三つ襟を取るような感じですかね。で、ここをまず切っちゃいます。で、ここを切っていくんですけど、で、どういう風に切るかっていうと、今回使うのはブランドセニングでバッグをちょっと切っちゃいます。はい、ブランドセニングって、削ぎ率がかなり高い 50% 以上あるこういうものなんですけど、これでババッと切ってしまいます。で、内巻きにする必要ないので外ハネで切っちゃいます。ブランドセニングでまず、ラインをちょっと切りますね。で、この時に、注意するのは左が長くなりやすいのでちょっと気をつけてください。基本横スライでカットしていきます。通常のアルバじゃないので、少し細かく取っていかないと丸くつながらないので、
大体3センチ角ずつ動かしてカットしていくと丸くなっていきます。で、ちょっとこう実際に下ろしてみてまっすぐ切れてるかを確認します。はい、こんな感じですね。で、ここから、少しですね、ここにグラデーション入れていくんで、これだとパッツンね、ここの重さが出ちゃうので少しリフトします。で、ちょっとリフトして頭皮に対して90度の位置にリフトして、ちょっとここに段を入れていきますね。YouTuber みたいな確かにちょっとそうですね。 YouTuber ってちょっともっと面白く面白おかしくやるじゃないですか。全然そんな感じじゃないです。で、こんな感じに、グラデーションが作れたので、今どうなってるかっていうと、こういうふうに丸くグラデーションになってるのが分かるでしょうかね。このラインが丸いんじゃないですか、こういう感じ。これってテンションかけすぎてギューッと引っ張ると丸くならないんですけど、僕はあんまりテンションかけないので、テンションかけないってどうやってやるかというと、これですくった中間から指ただ軽く滑らしてるだけなので、これがちょうどよくて、あんまりテンションかけすぎると、結構鋭角になってくるっていうか、カットラインがちょっと丸さがなくなってきちゃうので、結構こう指で滑らせてパパッと切る感じです。その人の根元の癖を殺さないで切るかなって感じですね。こんな感じです。これ中を切ってます。で、あとでまたちょっとぼかしたりはするんですけど、はい。で、上のをちょっと下ろしましょう。そうすると、この上の毛が降りてくると思うんですけど、降りてきますよね。で、この上の毛が降りてきて、この段差、これが大切で、で、ここもちょっと外跳ねでカットしていいんですけど、毛先をちょっと外跳ねでカットしていきます。基本は内巻きでいつもカットするんですけど、パッツンは結構外跳ねで切っちゃいます。はい、普段はこう内巻きに R を入れるんですけど、外跳ねの R は、まあ、非常に切りやすいですよね。で、僕のポイントなんですけど、つむじにから、このスライスに対してまっすぐ入ってるかっていうのを確認します。なぜかっていうと、右と左でバランスが悪くなっちゃうので、常にコーミング入れるときはトップに指を置いて、このスライス線が自分のへその方に向かっているかっていうのを確認していきます。そうしないと、左右とのバランスでちょっと悪くなって、今特に鏡を見て切ってないので、結構何回も切り直ししないとダメなんですね。はい、このように切る前にこのポイントに指をちょっと置いて、自分がしっかりそのそこに対してまっすぐシェイプができてるかっていうのを確認しながらソフトにやっていきます。